はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、やっていきましょう。バイオハザードシックリスト。ということで、あれお前パパみたいな人からしたらおかしくねえかと思ってる方いらっしゃると思うんですよね。なんか最初にニューゲームを始めるときに全部の、 武器をリセットしますか、を間違えてハイにしちゃったのか、それともクリスで1周目クリアしたから2周目 の、 ピアーズはまだその何も武器を手に入れてない状態だから初期武器になってるんじゃないのみたいな、そんな話をしてたんですが、すいません、ちょっとこれはなんて言ったらいいんだろうな、カンニングをしたというか不正プログラムが入ったというか、なんかエージェントスミスに侵されちゃったみたいな、なんかね、いろいろな原因がなんかうろ組み合わさって、知らない間に僕ね、なんとグレネードランチャーが手に入れちゃいました。はい、ということで今回からですね、今回のパートからですね、もう歩く爆発物陳列剤を、どんどんやっていくということになってます。なんか今すごいけどふわーってこっちに飛んできたけど、やっぱそんなことは気にしないでやっていきましょうということで、爆発物を目の前にいたのか気づいてなかったバーン。ただこれ一個ね、一つ心配なのが、その自分も爆発する可能性もあれば、クイックショットがね撃てないっていう、ね、そういうところもあったりするんで、ちょっとね残念ながら、そのものすごくいいかっていうと、過去の作品のグレネードランチャーと比べてもね、あんまりその爆発のその範囲も広いわけではないので、そこそこの苦労もあるんじゃないかと、なんかカウンターパンチも自分で食らっちゃうんじゃないかみたいなね、そんな感じで、ね、しちゃうんでね、はい。なんかドーン、なんかドーンの仕方は、みたいなね、ジュラシックパークザライドが出てくる。We've lost contact with the recon unit. Proceed with extreme caution. Roger HQ.オープンセサミ。お邪魔し、いるね。いるね。コッパメイズ。直接ぶつけないとね、これね、ほんと爆発が短いから、敵がね、全然、いる。敵ポンの声がする。そうね、いるポンね。まぁ、ちょっと体重上げて、スッと出てきた方が身のためだぜ。まぁ、結末は同じなんだけど。で、アイテムを拾いきってるね。大丈夫かな。はい。じゃあ、このまま登っていきましょう。あ、次のエンブレムってどこで出てくるんだったっけな。エンブレム出てくるのかどうか。さあ、来い、さあ、来い、さあ、来い。いって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 。キャプテン、be careful! OK! ロボット HQ。Still neutralizing hostiles at four parts with Charlie team. They've taken heavy casualties. すでにやられてやる。HQ copy. Sending medics your way. 生物が出てきた。未確認生命物体とか出てきたらどうしてもね、なすすべもなくやられちまうっていうのはありえるよね。ということで、ちょっと、ちょっと待って、これまずいな。今、何のスキルをつけてるかっていうと、ご存知の、ご覧の通り、まず無限のグレネードランチャーでしょ？そしてまた左利きになってるでしょ？で、あとはコンバットゲージが5から10になるやつを使って、で、もう一つがディフェンス3を使ってるんですよ。ディフェンス3を使ってるのに、これ、2.5 くらい今できたから、出したらこんなようなことなのかな。ちょっと待って、なんか置いてるのか。受けてるね、受けてるね。あ、いるね。ここ道もしてる。で、そうそう。思い出した。ここなんだよ。ここはね、多分ね、一周目で取り逃してるはず。なんなら、クリスだとここ撃てないと思うからね。ほい。あれ？ほい。あれ？ほい。あれ？あら、もう、無理。仕方ない。核なる上は。キュイーン。ガチャ。こんなにブレてたっけな。この武器超強いからね、ほんと。半端ないからね。一番好きなライフルですわ。リロードするのもね、なんか、かっこいいし。なんか男のマロンがいっぱい詰まってるというか。はい。HQ to Alpha Team.That tenement building up ahead is the Ace of Spades. よし。
The UN staff that have been taken hostage are inside. Proceed with extraction. OK. 意外とあれだね、着弾するとやっぱ周りを巻き込んでくれる可能性も結構高いですね。OK。よし、じゃあ、登ります。ぴょん。で、いる？いらさそうだね。いやー、遠目からやっぱ爆発物をね、陳列できるのはかなりでかいですね。おります。これがあれば手榴弾とかも、なんか使うタイミングとかなさそうだね。まあ、今後その出てくる敵によってその冷凍弾だったり硫酸弾を使い分けていく中で、手榴弾を、まあ、合わせて、発射と投擲をなんかダブルで使えればいいのかなという。あ、やばい、また体力減ってる。本当あれだね、諸刃の剣だっちゃな。でもこれ、硫酸弾の方がやばかったりするよね、多分ね。硫酸弾溶けて、あー痛い、熱い、なくなるーとかっていうのも十分なんか考えられそうだもんな。もう結構ゲーム実況って言ってるもんね。そんなこと言ったらゲーム実況さん、ゲーム実況者さん、言えてない、ゲーム実況、ゲーム実況者さん、みんなを敵に回すことになるよね。はい。まあ。今、なんか自分的にすげえ虚しくなった。こういう釣り機ある？あんな横ブレしてさ、でまあ、実際にね、本物の銃を撃ったことがないから、なんか、銃を撃とうと思ったら、あれなんかね、意外とこう、ブレまくってしまってて、なのかな。よし、じゃあ行きましょうか。ほい。あそこ行けんの？あー、だから、あたしなんとかサウスバーオー、そういえばこんなんあったな。竹上のうち落ちる。これで掴めてるのがすごいんで、普通だったら竹で滑ってツルリンパになってたんだけど、でもツルリンパにならないっていうのがすごいよね。で、サウスポー、体調を打ったらやばいことになるかな。体調打てちゃうのかな、これ。ウキン全然隊長助ける気のないアイテムしか出てこないけど、あいわいわ隊長あーなんか吸い抜けてくれてありがとうございます。あーってどっかどっか敵オッケー、コップ名人的よし。で、隊長がこっから修羅場になるから、なんとかこちらでも助けられるゴンをしないといけないゴンなんで、拾う、オッケー、了解で、あ、めっちゃ登ってってるペース、can I get some cover? No problem, Captain! ジャッキーチェンとクリスタンカーがね、ジャッキーチェーンクリスタッカーのそのラッシュアワーもさ、ワン、ツー、スリーだったりあって、スリーあんまちょっと記憶なくてね、なんか昔の兄弟かなんかが出てくるんだっけ、武田信二じゃなくて、なんだっけ、なんか、忘れた。なんか出てくるよね。あ、名前忘れちゃったな。武田さんが出てくると。ツーはね、もうね、完全にチャンツィーがもう美人だからね、最後爆発して、HQ とBravo。死んじゃって。Alpha needs to move out to Aso Spades. Can you relieve them? Roger. Coming in from the four hearts. Honor to assist. マッサージ店で格闘するシーンがあって、あの時の最後 の敵を倒しきった後思って二人でこう組み合わさってこう手をパンパンやってる後に、身ぐるみ全部剥がれて造園に来たやつだね。そう、身ぐるみ全部剥がれて結局ちょっと体調めっちゃ早ない。体調。めっちゃ来んの早かった。全然ラッシュアワー関係ないよ、ね、全部ゴリラパンチで、身ぐるみ剥がれてね、なんかゴミ箱の蓋とか新聞紙とかだけで大事なところを隠して普通に街中を走りまくるっていうね。HQ to Alpha Team. You're almost at the Ace of Spades.ちなみになってね、まあ、いく
クラバイオテロが起こってる、これがあれなのかな、実際に戦争現場とかで起こってることなのかな。あう、トタンの屋根は危ない。小学校の時にね、軽トラやってトタンの屋根を持ってたら追いかけてきた泥棒がさ、そいつを取り外して思いっきり足をかまって、なんか怪我してほしいだもんな。トタンの屋根は人が登るものではないです。身に染みて分かってる。あのトタンの屋根でもその屋根しかない部分と屋根を支えるそのあれはなんていうの、柱みたいなところの上をちゃんと歩くかどうかで落ちる、落ちない、危ない、血が関わってくる。パンツ、あパンチなんだけど、あれだね、今完全後頭部芝居取ったよな。でもこうやって出てこなゴン、はいちょー、おぉ、我生きとったんかい。コッパみじん、コッパみじん、コッパみじんにな、え、ちょっと待って、コッパ、あれあれ、コッパ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 、パーゲイ落ちる。よし、拾って。じゃあ、行こうか。あ、今の一発の意味は特にないです。なんとなく体調落ちた。ほんでこ、あーれば、ここだっけか。多分、ここのラッシュアワーをクリアしたら、第2パートクリアーかな。キック、あのね、引き手変える方法は分かった。キャプスロックを押して、でキャプスロックを押した後にそのままその WASD で、まあ、の操作しちゃうと、皆さんの画面の方にこう見たくもないよくわかんない文字が入力された状態になっちゃうので、キャプスロックを押した後に移動する前に半角全角ボタンを押したら、あの右利きになって何事も起こらなかったかのように進めていく。誰特徴、 We've been spotted! They're right on top of us!こいつらもなんかもうほんと複数種類、おーおーおーおお、なんかすごいなんか戦隊ものみたいな感じできたね。HQ とBravo Team。シーミルスレッ戦隊。アバレンジャー。アバレンジャーは。ゲットディエースオスペイズオンザダブル。あれ？アバレンジャーはいるよ。あー近い、やばいー。おお、足から虫が入るゴン。入るゴン。ラモス、ラモスちゃん、モスラ、ラモスとモスラ一緒にいたら多分殺されるな。僕あんな羽生えてないよ、殺されるかもしんねえ。はい、うわ、盛大な汚ねえ花火だね。で敵がこっちから来るごと、うるら花火2発目、めっちゃ縮む、こっち飛んできた、ビュー、あべべ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 べ、ゆい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 、みんなの方の画面ないさっぱり分かんなかっただろ、安心しな、俺もだよ、あべべべ、てて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 て、なんだかんだで体力は相当削られこん、よくさ。バイオシックスとかでもあるしさ、あの最近の映画とかでさ、最近ってもうここ10年15年だけどさ、あのよくスローモーションになるシーンとか、なんか爆発シーンとか格闘とか、ことがあった時にあの技術を取り入れたのがなんかマトリックスらしいですね。1999年にマトリックスでそのフォーカスっていう技というか、あの超人のあの実感の使い方っていうか、その要は一見その僕らから見たらスローモーションに見えるけど、その実際フォーカスを使ってる人以外はあの普通のスピードで動いてて、フォーカスを使ってる人がなんかもうとんでもなく恐ろしいスピードで動いてるように見える。後ろ短いお手手でよかったっていうのがあるらしくて、その技術、そのスローモーションを使ってあたかも超人のように動けているのを演出するっていうのがマトリックスが最初みたい
言われ方、まあ、最初というか、なんか対応してきたって言った方がいいのかな。らしいですよね。だからやっぱいろいろ映像技術の面でもね、マトリックスってすごいなっていうのが、垣間見える。まあ、この間、だいぶちょっと前のパートでね、マトリックスの移動でっていうのが出てて、やっぱ、やってる IP にしの関連するルンルン関連みたいな、ね、All BOWs have been eliminated. Alpha team, help Bravo team get the civvies out of there. シラバをクリアするのができた。これね、ほんとノーホープでやったけど、ここでもなんか5回10回死ねるみたいなぐらい難しかったで、ちょっとおっさんおっさんがあそこで待機するもんだから進めなかったということで、キャプテン、はい、じゃあ次回ビルの中をクリアしていくというパートでね、進めてやっていきたいと思いますんで、また明日もぜひ動画ご視聴くださいませ。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお楽しみいただけたら幸いでございます。ではまた次回のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。